チャオ、あーちゃんです。はい、昨日からね、ファミマのなんだラムレーズンフラッペが飲酒になるとか騒いどる人、ちょっとね計算しましょう。こういうものは科学的に出さないとわからない。だからメーカーが何のためにあれを書いてるかって言ったら、メーカーとして見たらアルコールがちょっとでも入ってたら、もしそれを食べたり飲んだりした時に車で事故を起こしたとか、子供が飲んでね体に影響が出たって言ったら、責任取るのが嫌、責任逃れのために書いてんの。テレビでも安全を期して撮影していますとか、本人の許可を得て発影します。いちいちそんなテロップいらんねん。なんでつけられた？クソクレーマーがめんどくさいからやねん。だからそれを買い取るだけやねんけど、それを鵜呑みにして、くちゃ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 騒いどるバカみたいなやつがおるけど、あっちゃんは科学的に証明しましょう。っていうのはね、そういうバカなこと言ってでしょ、福山さんが。実に面白い。って。中に、結局、科学で解明できないものはないんです。科学で解明していきましょう。はい。ということで、アルコール濃度っていうのはどういう計算になるか、ちょっとあっちゃん調べました。血中アルコール濃度っていうのは、ね、飲酒量、お酒を飲んだ量、かける度数何パーセントね、割る833、これは血液中にアルコールが混じった時の係数です。かける体重、かっこね。だからこれで計算するとね、どうなるか。で、ちなみに飲酒じゃなく酒気予備運転って言って、飲酒よりさらに緩い、ね、緩いねんけども、お酒を飲んだ時に一番下で引っかかるのが血中アルコール、アルコール濃度 0.03 以上っていうのが引っかかんねんね。これにどうなるか、ちなみに計算していきましょう。あっちゃんのな、あれはミルクを入れない状態、ミルクを入れた状態じゃなく入れない状態で 0.3% です。ということは、あれね、ミルクを入れた状態で350ぐらいね、もう入れてないねんけど、わからん、もしミルク入れたら 0.3 より下がるはずやねんけども、まあ、0.3 で計算しましょう。で、あれ何本ぐらいあるのカップ、350ぐらいかな、まあ、ちょっと多い目で見積もりましょう。350でいきましょう。多い方がね計算出るからね、高いからね。だいたいね、缶ビール1本と同じ計算でいきましょう。かける 0.3% 0.3% やからいくら、0.03 やね、 0.3% でもね、かける833かける、あっちゃん体重55キロね、ちょっと軽い目に見積もります。多い目のお酒から軽い目の体重で計算、あえてちょっと多い目に計算出します。で、ってことは 350ml かける 10.003 1.051.05 に、833×55kg 45815 45815 1.05 割る 45815 で、パーセント、ちょっと待って、 1.05 割る 45815 は0.0002292 0.0002292、やから、これに100かけたらパーセントだからね、かける 100 0.002% 0.002% ね。はい、だから 0.03% で飲酒じゃなく酒気予備になるんだけどね、それよりはるかにまだ10分の1以下。はい、これってね、飲み屋さん行って周りでお酒飲んどる人たちと、私ハンドルキーパーだから飲みませんって言ってて、お横でお酒飲んどる、匂い嗅ぐだけでもこれ以上にアルコール摂取します。はい、バカですかこんな計算わからないですか、メーカーがそんなこと書いとるからって鵜呑みにするんですかね、一般的な常識に惑わされる人たちですね。だからアンチなんてくだらないことするんです。はい、それを良かれと思って言ってる人、まず科学的に証明してから物事言いましょう。物事は科学で動いてます。恥ずかしいですよ。はい、ちなみに缶ビールを飲むとどうなるのか、缶ビールやとね、 350ml×5% ぐらいか、5%
20% 缶ビール缶チューハイとかね、あっちゃん缶チューハイ好きやからね、かける、これ、4581はね同じやからね、これでかけるかけるじゃない、これ割るんだ。でいきましょう。350の 5% やったら 17.5 ぐらいかな。350×10.05 17.5 を割る、45815で割ると 0.003×100 っていくと 0.038。 はい、缶ビール1本であっちゃん酒気帯びになって捕まっちゃいます。はい、これでギリ酒気帯びやね。だからあっちゃん缶チューハイ缶ビールを半分だけ飲んだら酒気帯びにならへんねんね。違反じゃないの、缶ビール半分ぐらいやったら。はい、そんな感じです。はい、だから0.038÷0.003、あ、違う、間違えた、78%、 78.9 やから 78.8% ぐらいの缶ビールを飲んだらあっちゃんは捕まらないんです。はい、体重で計算するね、うん、ちなみに陽明酒って大体 20mg やね、あれ飲むのね、ちっちゃいカップね、かける、14% かな、 15% ぐらいあるのかな。で、割っていくと、20÷15% ってきついよね。うん、0.15 や。0.15。20×0.15 でいくと、20×0.15。3。割る。45815は 0.0×100 とかね、0.065。はい、陽明酒でも 0.006%、 はい、はるかにビールよりも低いし飲酒にもならへん量やね。まあ陽明酒ね、グビグビって ボトルで飲んだらあかんで、ね、でもあの規定量飲むと全然いかへん。でもその陽明酒よりも半分以下やねんね、 0.002 なん。だから陽明酒をこんなちっちゃいカップにキュッて飲む、体にね、これ飲酒にもならへんし酒気帯びにもならへんだけど、それのまだ3分の1しかないねん。その程度で何をギャー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 騒いどんねんっていう話を、はい、実に面白い科学で証明しましたね。はい、ということでね、飲酒運転とかギャー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 騒ぐクレーマー、単なるクレーマーです。はい、そういうのやめてください、うん、大嫌いなんで。だからあっちゃんはクレーマーはブロックするって言ったらそこです。はい、ブロックされた人、昨日3人ぐらいブロックされてます。あの反省してあっちゃんに謝ってきたらブロック解除してあげましょう。はい、あっちゃんまあね、そういうクソアンチでは嫌いやからブロックする。でもこういうね、あのなんだかんだ騒いでね、法律やねって、あのそういうのあっちゃんね、正論じゃって大嫌いな、正論っていうものを盾にして正論風に売ってるけども、全然科学で証明できへんぐらいの正論でもなんでもないね。正論ぶったこと言うといたら、そうやってアホみたいにファンつけられるから、ギャーギャー騒ぐバカが多いのよ、大嫌いなんよ。だからブロックすんねん、分かって、そんなこと二度としませんって言うのやったらブロック解除してあげますから、はい、あのそう言ってきてください。で他にも間違ってブロックされた方、いろんな人もいてると思うんで、よかったらまた言ってきてくれたらブロックは解除する考えもします。はい、ということで、バカみたいに騒がないように、あっちゃんはちゃんとこういう科学的に証明した上でいろいろ物事やってるんで、あっちゃんねる違法はないんで、はい、バカなことしないようにね、大嫌いなんでね。だから二度とクレームをつけない。あっちゃん、まず動画を見る時のマナーとして概要欄を読んで、このチャンネルはどういうルールでやってるのかって熟知した上でコメントしてください。それができずにクレームかけてくる人、全て一発ブロックします、これからも。ということで、くだらないことで騒がないように。ではまたね、バイ。
幸い。あっちゃんの科学的に証明した飲酒じゃないよっていうこの動画、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメントとかね、よろしく待ってます。クレーマー嫌いなんで、二度とクレームつけるやつは、二度とこれからクレームつけるやつは、ファンであってもアンチであっても、関係ない初見であってもブロックします。はい、ではまた、バイバイ。こんなチャンネルやけどね、楽しく見てくれるっていう人はチャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。